あら、ほんとだ。ちょっといい。中にこんな、ま、丸い木入れとっても巻いても、うん、それぐらい巻けばかなりの重量なの。わー、強い。ほんとだ。ワンプライ、ワンプライだ、これがワンプライでも68等のラミネートはえらい強いね。ねえ、やっぱステンレスあれだね、すっげえ剛性が出るし、やっぱ強いね。じゃあ新人もっかすよ。どうぞどうぞ。違いが分かんないぐらいだな、みんな。ああ、見てていい感じだな。見てて、これが一番強いわ。あ、そう。ああ、 BS 真鍮強い。強い。前期は使えそうかい？前期はもうラジエーター組んだら使えるよ。明日持ってくるかい？明後日。どうも。はい、どうも、お世話になります。もうやっぱ強い。なんか真鍮いい感じだね、うん、やっぱり。あー、熱い。こんだけ叩いて、こんだけあれ強いんだから、真鍮全然強いよね、うん、真鍮いいね。あおっさんはこれ修理せんて。出ないノズルだけで1万8000円かけ3よ。ああ、それでどうする？なんか中古めっけろって。そうなんだ。いや、中古のノズル。うん。うん。よいじゃねえよ。バカが壊したから。ほんとないな。どうしようもねえよ。どう、あの、もう、俺んちの畑にある、あの発電機だって重症だっぺ。あれはね、うん、もうウォーターポンプ買いたけど、ラジエーター組んで水入れたら動く。動く。あー、これね、ウォンドー様平気だぜ。聞いた？明日、農協午前中やって、うん、明後日、高林が入ってこんだら、うん、休み休みって。うん、どんべ。多分、俺は休みじゃねえかな。高林が多分ね、たぶん減ってこねえと思う。うん、多分2日減ってこねえと思う。わかんねえけど、わかんねえけど。だから明日お昼までやったらお決めだっぺ。そう、バカやつら休みましょうって言ったよ、ご本尊様は。うん、いいやね、休めば。今日は頭いって蹴ったの誰？おやじのボス。そうやろ、うん、これ硬いよ、社長いっぱい。ああ、そう、やっぱ真鍮がいいか。真鍮いいね。重さが重いってだけだね。刺すより真鍮の方がいいんかね。その辺がよくわかんないけど、やっぱり銅が入ってる主成分だけあって柔らかさがいいんかね。でも横の力には、まあ、ね、そこそこ耐えるけど、縦はもっと耐えると思う。ああ、そう。これを細く切って円柱にこう押していけば、うんうんうん、重さだけだね、うん、でもこれで筐体ができれば、うんうん、できればこれだけ強度があれば十分だよ。そうだよね。逆にこれボーンってぶつかるじゃん、うん、反発する。ああ、そうだね。自動車で FRP 使うのはその反発するんでさ、危ないんで使わないって。だからわざわざヘッドのパーツとかなんかはぶつかった時にぐちゃっと物がさ、構造物が壊れるさ、構造、そこでエネルギーを吸収する。そう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 、うん、自分が壊れてボディが壊れてで衝撃吸収するみたいな、うん、そう言ってた。
安全ボディ作る。社長、破片ですけど袋で、取っといてください、はいはい、なんか役立つでしょうと。いや、これ役立つ、ルーフキャリアとか作ったら軽いよね、硬いし。だからね、あの市の交渉と、それと、ラミネートもちょっと作ってみようかなと思って。あ、だってこの前5月に来た時に作ってきたのこれだもん。これ真鍮、これアルミ。この前ね、この前これ俺も持ってますよ家に。あ、そう、社長からもらったもんさ、あれだって7775と。あ、そっか、それ柔らかいんだよね、ぐにゃぐにゃっとしてね。これも細くてこういうことはできる。そう、あ、ちょっと待って、カエルが鳴いてる。でした。あ、せっかくの大切なお仕事のお時間の邪魔をして。何か邪魔ですか。お稼ぎの邪魔をして。これアラミのどこで買ったの社長。ん、それどころうちの2ぐらいの重さじゃないよ。あ、そう、あ、ガラスだからね、やっぱ重量あるよ、ローミングロスは、ガラスだから、厚みもあるしね、意外と。そう、厚みがあってさ、塗り込んでやっと感心してだけどこれ この繊維はさ、感心漏れがないと思う、これ、やっぱりさ、樹脂の強度が違うんだよね、強さが、こう叩いた時の、と曲げた時の音出ないもん。どうかな、カーボンより勝る劣る、勝るよね。いやカーボンは面白みないんだよ、強さと柔軟性もないもんね、パッチパッチやもんね。そう、これ柔軟性があるもんね。そう、だってアラミドってさ、ナイロンの系統だからさ、ナイロンってほら社長も子供の時から言われた通りさ、ほら絹に勝る、さ、新発明の材料がさ、ナイロンでしょ。何より強く何より何とかでっていうのがナイロンでしょ、あの時の歌い文句が。で、強度測ったらさ、やっぱナイロンってさ、すげえ強度だもん。これ俺のアイゾットにしても石の種。あ、そうなん。どうする、アラフセロービンでする、アラミドでする。あ、原料手で曲げて、まあ突き刺さらないようにさ、見て、それ2プライと1プライ、それ6815だから、自分たちが使ってる FRP の材料ほぼ、ね、なるほど、シートベルトですね。え、これは防弾チョッキ、これ5センチですか。それ5センチ、50ミリ。え、これ材料何ですか。あ、ハラミドだよ、ケブラ。これもうその黄色いのケブラって何ですか。アラミドの、メーカーの名前、定人だっけ、の名前がアラミド。で、材質はケブラ。ケブラっていう、ケブラ繊維っていう名前。ケブラってナイロン系。石油系の。ですか。石油系の。石油系？ああ、そうだよ、もちろん。ナイロン系だから。それの開発したところが、だから昨日言ったエポキシを使ってたミットの大学のやつら。
これ1枚だったらこういう感じなの。うん、これは何ケブラの6815で、ただ1プライと2プライだから、ここのところが1プライとこの重なったところが2プライ。どう曲げてみて6815と自分たちのFRP と比べて。分かる。強いじゃん。強いですね。重そう。でも重くはないのか。重かないよ軽くはないけど見た目が重そうですよね。うん、なるほど。でも FRP のガラスより軽いぐらいだよ。あ、本当ですか。うん、これ1枚入れたらどうなんだろう。だからさっきの板も落ちたわけ。あの真ん中に入れてみたらっつうの、はい、長さも含めて曲げた感触見てみて。だから切れないんだよ。何回も言ったように防弾チョッキだから。でナイロンのさ、武正測定やったことあるんだよ、はい、あ、プラスチックの中でも群を抜いて強いんだよ。うん、あの絹より強くとかさ、なんか言ってたさ、あの言葉にかなり近いと。これ折れますか。自分だったら折れると思う折っていいですか。いいよ、手かかないよ、手気をつけないよ。これはでも結構折ろうとすると。折ってみろよってやつだよ、はい。すげえな。しなるでしょ、はい、だからカーボンだとバキッと折れんだよ下手すると、はいはいはい、アラミドだからさ折れない。それ1プライだ、ね、今負けたとこは、はい、これこっちは多分無理です。無理じゃないよ君だったらその筋肉だったらいやどう負けた手怪我します。合成感面白み、そう粘りね。あ、折れた。え、樹脂が折れた。粘りすごい、すごいすごいって感じする。すごいですね。これ壊れない。よし、壊れない。じゃあアラミドってさ感触的にはそういう感触。じゃあさ、あ、これあれがあるよ、このパッチングプレート入れたやつ、アラミドのその中に見てみて、あのこの何種類かの中にパッチングプレート、これね、それパッチングプレートでしょ。これはすごいですね。だってパンチングプレートのプレートはこれでこんなふねふねだよ。だから構造物でコンポジットで使えねえかなと思ってるわけ。でもあれですか、ボディ、車のボディとかにどんどん採用されてる。いや、まだだから全然。あっちのところ樹脂は、いや、だからいろいろこれからインスパイアしようと思ってる。その大学の准教授と先週話したんだけどさ、ロボコンの筐体作るのにどうかなと思ってさ、で話してたら、はい、軽くて強い材料を探してるんだっつうんで1508を採用したのよ、その学校で、うん、はい、でその時に6815っていうのがあるから、オリンピックのエアリアルやってる選手たちも、ずっとトリノのところからいろいろ紆余曲折あって使い出して、3回転ジャンプなんかもワンシーズン持ってるぐらいの材料あるから、ロボコンの筐体作るんだったら一度アラミドと含めて構造物作ったらってさ言い始めてね。発熱してる。そう、粘る。切れないんだけど樹脂と
FRP にするとそういうちぎれる。君は力があるんだ。力があるんだ。そうだよ。それでさ、もっと折れにくいようなさ材料をやったら、こういうのもだから特殊なさエポキシ樹脂でさ、あ、これこれ、それは6815じゃないんだよ、特殊なエポキシ。防虫、うん、防虫って何ですか。え、防虫って何ですか。ああ、それ、あの虫よけのネット、こういうさ、こういう特殊な材料。はいはい、うん、はい、じゃあ、はい、はい、ね、こういう樹脂だったら、こういう樹脂だったらどう、負けてみても。これ自分使ったことあるよ。あの、お、柔らかい材料、死の交渉プラスチックって777の特殊材料、あの、あのシーリング材とか、あのパッキンなんかの作ったり、あのウェザーストリッパープレートなんかの、あの防水ゴム代わりになるような材料。そこのとこ話すと話がごっちゃごちゃになっちゃうからさ、分かんなくなっちゃうんだろうね。でも材料はさ、だからこれほら折れないでしょ、柔らかいでしょ、ぐにゃぐにゃ曲がるでしょ。そうです、これステンレス、ぐにゃぐにゃ曲がるでしょ、はい、エポキシだったらパキッとかけるじゃん。本当だ、ちょっといい、本当だ、中にこんな、ま、丸い木入れとっても巻いても、うん、それぐらい巻くのはかなりの重量なの。わあ、強え、本当だ。ワンプライ、ワンプライだ、これがワンプライでも68等のラミネートはえらい強いね、ね。やっぱステンレスあれだね、すっげえ剛性が出るし、やっぱ強いね。じゃあ新人持っかんすよ。どうぞどうぞ。違いが分かんないぐらいだ、みんな。あー、見てていい感じだな。見てて。これが一番強いわ。あ、そう。ああ、 BS 真鍮強い、強い。前期は使えそうかい。前期はもうラジエーター組んだら使えるよ。明日持ってくるかい。明後日。どうも。はい、どうも、お世話になります。やっぱ強い。なんか真鍮いい感じだね、うん、やっぱり。あー、つえ、こんだけ叩いて、こんだけあれ強いんだから、真鍮全然強いね、うん、真鍮いいね。あおっさんはこれ修理せんて。出れノズルだけで18,000円かけ3よ。ああ、それでどうする？なんか中古めっけろって。そうなんだ。いや、中古のノズル。うん。うん。良いじゃねえよ。バカが壊したから。大人いな。どうでもねえよ。あの、俺んちの畑にあるあの発電機だって重症だっぺ。あれはね、うん、もうウォーターポンプ買いたけど、ラジエーター組んで水入れたら動く。動く。これね、ウォンドー様平気だぜ。聞いた？明日、農協午前中やって、うん、明後
高林が入ってこんだら、うん、休みよ、休みって、うん、どんべ多分俺休みじゃねえかな。高林が多分ね、多分減ってこねえと思う、うん、多分2日減ってこねえと思う。わかんねえけど、わかんねえけど、だから明日お昼までやったらおしまいだっぺ。ちょっとバカやつら休みましょうって言ったよ、ご本尊様は。いいやね、休めば。今日は頭行って蹴ったの。誰？おやじのボス。そうやろ、これ硬いよ、社長いっぱい。ああ、そう。やっぱ真鍮がいいか。真鍮いいね。重さが重いってだけだね。刺すより真鍮の方がいいんかね。その辺がよくわかんないけど、やっぱり銅が入ってる主成分だけあって柔らかさがいいんかね。まあでも横の力にはね、そこそこ耐えるけど、縦はもっと耐えると思う。あ、そう。これを細く切って円柱にこう押していけば、うん、重さだけだね、うん。でもこれで筐体ができれば、うんうん、できればこれだけ強力あれば十分だよ。そうだよね。逆にこれボーンってぶつかるじゃん、うん、反発する。あ、そうだね。自動車で FRP 使うのはその反発するんでさ、危ないんで使わないって。だからわざわざヘッドのパーツとかなんかはぶつかった時にぐちゃっと物がさ、構造物が壊れるさ、構造、そこでエネルギーを吸収する。そう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 、うん、自分が壊れてボディが壊れてで衝撃吸収するみたいな、うん、そう言ってた。安全ボディ作る。社長、破片ですけど袋で、うん、取っといてください、はいはい、なんか役立つでしょうと。いや、これ役立つ、うん、これでルーフキャリアとか作ったら軽いよね、うん、硬いし。だからね、市の交渉とそれとラミネートもちょっと作ってみようかなと思って。あ、だってこの前5月に来た時に作ってきたのこれだもん。これ真鍮、これアルミ。ほら社長、この前ね、この前これ俺も持ってますよ家に。あ、そう。社長からもらったもんさ、うん、あれだって7775と。あ、そっか、うん、それ柔らかいんだよね、ぐにゃぐにゃっとしてね。これも細くて、こういうことはできるよ。うん、そう。あ、ちょっと待って、カエルが鳴いてな。はい、よいしょ。すいませんでした。せっかくの大切なお仕事のお時間の邪魔をして。いいね。なんか邪魔ですか。お稼ぎの邪魔をして。これアラミのどこで買ったん、社長。ん、それどころうちの。あ、そう。中ぐらいの重さじゃないよ。あ、そう。あ、ガラスだからね。うん。うん、やっぱ重量あるよ。ローミングロスは、うん、ガラスだから、はいはい。厚みもあるしね。意外と。そう、厚みがあってさ、うん、塗り込んでやっと感心して。だけどこれ この繊維はさ、うん、眼神漏れがないと思う、これ、うん、やっぱりさ、樹脂の強度が違うんだよね、強さが、うん、こう叩いた時の、うんうん、と曲げた時の音出ないもんどうかな、カーボンより勝る劣る。いや、いやカーボンは面白みないんだよ、強さと。
柔軟性もないもんね、うんうん、パッチパッチやもんね。そうこれ柔軟性があるもんね。そうだってアラミドってさあのナイロンの系統だからさ、うん、ナイロンってほら社長も子供の時から言われた通りさ、うん、ほら絹に勝る、うん、さあの新発明の材料がさ、うん、ナイロンでしょ、うん、何より強く何よりなんとかでっていうのがナイロンでしょ、うん、あの時の歌い文句がで強度測ったらさやっぱナイロンってさすげえ強度だもん。これ俺アイゾットにしても石のタネ。あ、そうなん。これどうする、粗くてノービンでする、うん、粗水でする、あ、原料手で曲げて曲げて、まあ突き刺さないようにさ見て、それ2プライと1プライ、それ6815だから自分たちが使ってる FRP の材料ほぼ、はい、ね、なるほど、うん、シートベルトですねえ、これは防弾チョッキ、これ5センチですか。それ5センチ50ミリ。え、これ材料何なんですか。あ、ハラミドだよ、ケブラ。これもうその黄色いのがケブラって何ですか。アラミドの、はい、メーカーの名前、帝人だっけ、うん、はいはい、の名前がアラミドで、材質はケブラ、ケブラっていうケブラ繊維っていう名前。ケブラってナイロン系、うん、石油系のですか。石油系の、石油系、ああそうだよ、もちろんナイロン系だから。それの開発したところがだから昨日言ったエポキシを触ってたミットの大学のやつら。あ、これ1枚だったらこういう感じなの。うん、これは何、ケブラの6815で、ただ1プライと2プライだから、ここのところが1プライとこの重なったところが2プライ。どう、曲げてみて6815と自分たちの、FRP と比べて。え、分かる。強いでしょ。強いですね。重そう。でも重くはないよ。重くはないよ軽くはないけど見た目が重そうですよね。うん、なるほど。でも FRP のガラスより軽いぐらいだよ。あ、本当ですか。うん、これ1枚入れたらどうなんだろう。だからさっきの板も落ちたわけ、あの真ん中に入れてみたらっつうの、はい、長さも含めて曲げた感触見てみて。だから切れないんだよ、何回も言ったように防弾チョッキだから。はい、なるほど。でナイロンのさ、はい、物性測定やったことあるんだよ、はい、あ、プラスチックの中でもグムを抜いて強いんだよ。うん、あの絹より強くとかさ、なんか言ってたさ、あの言葉にかなり近いと。これ折れますか。自分だったら折れると思う折っていいですか。いいよ、手かかないよ、手気をつけないよ。これはでも結構折ろうとすると折ってみろよってやつだよ、はい。すげえな、しね、しなるでしょ、はい、だからカーボンだとバキッと折れんだよ下手すると、はいはいはい、粗溝だからさ折れない。それ1プライだ、今負けたとこは、はい、これこっちは多分無理です。無理じゃないよ、君だったらその筋肉だったらいや、どう負けた手怪我します。合成感面白み、粘りが、そう粘りね。あ、折れた。え、樹脂が折れた。粘りすごい、すごいすごいって感じする。すごいですね、これ壊れない。
よし、じゃあ、あのアラミドってさ、感触的にはそういう感触、じゃあさ、あ、これあれがあるよ、このパンチングプレート入れたやつ、アラミドのその中に見てみて、あのこの何種類かの中にパンチングプレート、これね、それパンチングプレートでしょ、すごいですね、だってパンチングプレートのプレートはこれでこんなふねふねだよ、だから構造物で、コンポジットで使えねえかなと思ってるわけ、もうあれですか、ボディ、車のボディとかにどんどん採用されてる、いやまだだから全然、アピさんところの樹脂は、いやだから、いろいろこれからあのインスパイアしようと思ってる、その大学の准教授と先週話したんだけどさ、ロボコンの筐体作るのにどうかなと思ってさ、で話してたら、はい、軽くて強い材料を探してるんだっつうんで、1508を採用したのよ、その学校で、うん、はい、でその時に6815っていうのがあるから、あのオリンピックのエアリアルやってる選手たちも、ずっとトリノのところからいろいろ紆余曲折あって使い出して、3回転ジャンプなんかもあのワンシーズン持ってるぐらいの材料あるから、ロボコンの筐体作るんだったら一度アラミドと含めて構造物作ったらってさ言い始めてね、発熱してる、そう粘る、切れないんだけど樹脂と FRP にするとそういうちぎれる、君は力があるんだ、力があるんだよ、そうだよ、それでさ、もっと折れにくいようなさ材料をやったら、こういうのもだから特殊なさエポキシ樹脂でさ、あ、これこれ、それは6815じゃないんだよ、特殊なエポキシ、防虫、うん、防虫って何ですか、え、防虫って何ですか、ああそれ、あの虫よけのネット、こういうさ、こういう特殊な材料、はいはいはい、じゃあ、はい、はい、ね、こういう樹脂だったら、こういう樹脂だったらどう、曲げてみてね、これ自分使ったことあるよ、柔らかい材料、死の交渉プラスチックって777の特殊材料、あのシーリング材とか、あ、はい、あのパッキンなんかの作ったり、ウェザーストリッパープレートなんかの、あの防水ゴム代わりになるような材料、そこのとこ話すと話がごっちゃごちゃになっちゃうからさ、分かんなくなっちゃうんだろうね、でも材料はさ、だから これほら折れないでしょ、柔らかいでしょ、ぐにゃぐにゃ曲がるでしょ、そうです、これステンレス、ぐにゃぐにゃ曲がるでしょ、はい、エポキシだったらパキッとかけるじゃん、本当だ、ちょっといい、本当だ、中にこんな、ま、丸い木入れとっても巻いても、うん、それぐらい巻けばかなりで重量な、わあ、強え、本当だ、ワンプライ、ワンプライだ、これがワンプライでも68等のラミネートはえらい強いね、ねえ、次、次、次
やっぱステンレスあれだね、すげえ剛性が出るし、やっぱ強いね。じゃあ真珠もっかんすよ。どうぞどうぞ。違いが分かんないぐらいだな、みんな。ああ見てていい感じだな。見てて、これが一番強いわ。あ、そう。ああ BS 真鍮強い。強い。電気は使えそうかい？電気はもうラジエーター組んだら使えるよ。あさってくるかい？あさって。どうも。はい、どうも。お世話になります。もうやっぱ強い。なんか真鍮いい感じだね、うん、やっぱり。ああ熱い。こんだけ叩いて、こんだけあれ強いんだから、真鍮全然強いね。全然強いよね、うん、真鍮いいね。ああおっさんはこれ修理せんて。どれノズルだけで1万8000円かけ3よ。ああ、それでどうする？なんか中古めっけろって。そうなんだ。いや、中古のノズル。うん。うん。良いじゃねえよ。バカが壊したから。本当ないな。どうでもねえよ。あの、もう俺家の畑であるあの発電機だって重症だっぺ。あれはね、うん、もうウォーターポンプ買いたけど、ラジエーター組んで水入れたら動く。動く。あれね、権藤様平気だぜ。聞いた？明日、農協午前中やって、うん、明後日、高林が入ってこんだら、うん、休みって。うん、そうね。多分、俺は休みじゃねえかな。高林が多分ね、たぶん減ってこねえと思うよ。たぶん2日減ってこねえと思う。分かんねえけど、分かんねえけど。だから明日お昼までやったらおしまいだっぺ。そう、バカやつら休みましょうって言ったよ、ご本尊様は。うん、いいやね、休めば。今日は頭行って蹴ったの誰？おやじのボス、これ硬いよ、社長いっぱい。ああそう、やっぱ真鍮がいいか。真鍮いいね。重さが重いってだけだね。刺すより真鍮の方がいいんかね。その辺がよく分かんないけど、やっぱり銅が入ってる主成分だけあって柔らかさがいいんかね。まあ、でも横の力にはああ、ね、そこそこ耐えるけど、縦はもっと耐えると思う。ああそう。これを細く切って円柱にこう押していけば、うんうんうん、重さだけだね、うん、でもこれで筐体ができれば、うんうん、できればこれだけ強度があれば十分だよ。そうだよね。逆にこれボーンってぶつかるじゃん、うん、反発する。ああそうだね。自動車で FRP 使うのはその反発するんでさ、危ないんで使わないって。だからわざわざヘッドのパーツとかなんかはぶつかった時にぐちゃっと物がさ、構造物が壊れるさ、構造、そこでエネルギーを吸収する。そう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 、うん、自分が壊れてボディが壊れてで衝撃吸収するみたいな、うん、そういった安全ボディ作る。社長、破片ですけど袋で、うん、取っといてください、はいはい、なんか役立つでしょうと。いや、これ役立つ、うん、
てルーフキャリアとか作ったら軽いよね、硬いし。だからね、市の交渉とそれとラミネートもちょっと作ってみようかなと思った。だってこの前5月に来た時に作ってきたのこれだもん。これ真鍮、これアルミ。ほら社長この前ね、この前これ俺持ってますよ家に。あ、そう、社長からもらったもんさ。うん、あれだって7775と、あ、そっか、うん、それ柔らかいんだよね、ぐにゃぐにゃっとしてね。これも細くへこういうことはできる。うん、そう、ちょっと待って、カエルが鳴いてる。はい、よいしょ。すいませんでした。あ、せっかくの大切なお仕事のお時間の邪魔をして。いやいや、なんか邪魔ですか。お稼ぎの邪魔をして。これアラミのどこで買ったの社長。ん、それどころうちの2ぐらいの重さじゃないよ。あ、そう、あ、ガラスだからね、うんうん、やっぱ重量あるよルーミングロスは、うん、ガラスだから、はいはいはい、厚みもあるしね意外と。そう、厚みがあってさ、うん、塗り込んでやっと感心して、うん、だけどこれ この繊維はさ、うん、感心漏れがないと思うこれ、うん、やっぱりさ樹脂の強度が違うんだよね、強さが、うん、こう叩いた時の、うん、うん、と曲げた時の音出ないもん。どうかな、カーボンより勝る劣る勝るよね。いやーカーボンは面白みないんだよ、強さと柔軟性もないもんね、うんうん、パッチパッチやもんね。そう、これ柔軟性があるもんね。そう、だってアラミドってさ、ナイロンの系統だからさ、うん、ナイロンってほら社長も子供の時から言われた通りさ、うん、ほら絹に勝る、うん、さ新発明の材料がさ、うん、ナイロンでしょ、うん、何より強く何よりなんとかでっていうのがナイロンでしょ、うん、あの時の歌い文句が。で強度測ったらさ、やっぱナイロンってさすげえ強度だもん。これ俺のアイゾットにしても飯の棚。あ、そうなん。これどうする、アラクセロービンでする、うん、アラミドでする。あ、原料手で曲げて、まあ突き刺さらないようにさ、見て、それ2プライと1プライ、それ6815だから、自分たちが使ってるFRP の材料ほぼ、はい、ね、なるほど、うん、シートベルトですね。え、これは防弾チョッキ、これ5センチですか。それ5センチ50ミリ。え、これ材料何なんですか。あ、ハラミドだよ、ケブラ。これもその黄色いのケブラって何ですか。アラミドの、はい、メーカーの名前、帝人だっけ、うん、はいはい、の名前がアラミドで、材質はケブラ、ケブラっていう、ケブラ繊維っていう名前。ケブラってナイロン系、うん、石油系のですか。石油系の、石油系、ああそうだよ、もちろんナイロン系だから。それの開発したところが、だから昨日言ったエポキシを使ってたミットの大学のやつら。あ、これ1枚だったらこういう感じなの。うん、これは何、ケブラの6815で、ただ1プライと2プライだから、ここのところが1プライとこの重なったところが2プライ。どう、曲げてみて6815と自分たちの、FRP と比べて。分かる、強いでしょ。強いですね、重そう。
重くもないのか。重くはないよ軽くはないけど見た目が重そうですよね、うん、なるほど。でも FRP のガラスより軽いぐらいだよ。あ、本当ですか。うん、これ1枚入れたらどうなるんだろう。だからさっきの板も落ちたわけ。あの真ん中に入れてみたらっていうの、はい、長さも含めて。曲げた感触見てみて。だから切れないんだよ。何回も言ったより防弾チョッキだから。でナイロンのさ、武勢測定やったことあるんだよ。あ、プラスチックの中でもグムを抜いて強いんだよ。あの絹より強くとかさ、なんか言ってたさ、あの言葉にかなり近いと。これ折れますか。自分だったら折れると思う折っていいですか。いいよ、手かかないよ、手傷つけないの。これはでも結構折ろうとすると。折ってみろよってやつだよ、はい、すげえな。しなるでしょ、はい、だからカーボンだとバキッと折れんだよ下手すると、はいはいはい、粗溝だからさ折れない。それ1プラだ、ね、今負けたとこは、はい、これこっちは多分無理です。無理じゃないよ、君だったらその筋肉だったらいやどう負けた手怪我します。合成感面白み、粘りが、そう粘りね。あ、折れた。え、樹脂が折れた。粘りすごい、すごい、すごいって感じする？すごいですね、これ壊れない。よし、壊れない。じゃあ、あの粗溝ってさ、感触的にはそういう感触。じゃあさ、あ、これあれがあるよ。このパッチングプレート入れたやつ、粗溝のその中に見てみて。あの、この何種類かの中にパンチングプレート、これね、それパンチングプレートでしょ。これはすごいですね。だってパンチングプレートのプレートはこれで、こんなのふねふねだよ。だから構造物で、コンポジットで使えねえかなと思ってるわけ。え、もうあれですか、ボディ、車のボディとかにどんどん採用されてる。いや、まだだから全然。阿部さんところの樹脂は、いや、だからいろいろこれからインスパイアしようと思ってる。その大学の准教授と先週話したんだけどさ、ロボコンの筐体作るのにどうかなと思ってさ、で話してたら、はい、軽くて強い材料を探してるんだっつうんで、1508を採用したのよ、その学校で、うん、はい、でその時に6815っていうのがあるから、オリンピックのエアリアルやってる選手たちも、ずっとトリノのところからいろいろ紆余曲折あって使い出して、3回転ジャンプなんかもワンシーズン持ってるぐらいの材料あるから、ロボコンの筐体作るんだったら一度粗ミドと含めて構造物作ったらってさ言い始めてね。発熱してる。そう、粘る。切れないんだけど、樹脂と FRP でするとそういうちぎれる。力があるんだ。力があるんだ。そうだよ。それでさ、もっと折れにくいようなさ材料をやったら、こういうのもだから特殊なさエポキシ樹脂でさ、あ、
これ。これ。それは6815じゃないんだよ。特殊なエポキシ。防虫？うん。防虫って何ですか？え？防虫って何ですか？ああ、それ？あの虫除けのネット。こういうさ、こういう特殊な材料。ね、こういう樹脂だったら、こういう樹脂だったらどう？負けてみてね。これ自分使ったことあるよ。あの、お？柔らかい材料。市の交渉プラスチックって777の特殊材料。あの、あのシーリング材とか、あのパッキンなんかの作ったり、あのウェザーストリッパープレートなんかの、あの防水ゴム代わりになるような材料。そこのとこ話すと話がごっちゃごちゃになっちゃうからさ、分かんなくなっちゃうんだろうね。でも材料はさ、だからこれほら折れないでしょ、柔らかいでしょ、ぐにゃぐにゃ曲がるでしょ。そうです、これステンレス、ぐにゃぐにゃ曲がるでしょ、はい、エポキシだったらパキッとかけるじゃん、